皆さんこんにちは、ドルマイ6代目です。いつから始まってるか分かんないですよ。怖い。久しぶりのコラボということで、はい、今日は田村さんとコラボで、よろしくお願いします。あんまり最近会ってない気がしますね。久しぶりですね。落語の会以来、そうだ、落語の会以来だね。ああ、吸ったもんだありました。そうだね、本当だよね。変な汗が流れた。今日はまあちょっとね、だいぶ季節も春めいてきて、はい、うん、でまあ春のコーディネートも話そうかと思ったんだが、うん、上物、羽織とか道行きコートとか、うん、道中着についてまああーだこうだ喋ろうかなと思っております。でまあ聞きたいのはその格的な話と、うん、季節的な話、うん、で例えば僕のちょっとねイメージというか思ってることを言うね、うん、まず上物の格として一番高いのは、うん、道行きコートである。道行き襟の無地の道行きが一番格が高いので、うん、留袖とかに上に着るのは基本的には無地の道行きである、うん、と思ってますと。うん、で道中着は割とおしゃれ着の方に入ってくるから普段使いですよ。うん、で羽織も割とまあおしゃれ着に近い。うん、ただ羽織は黒エバとか昔着たじゃないですか。うん、まあ皆さんお母さん世代に当たるかな。私の母の世代ですね。そうだよね、うん、は色無地に黒エバを羽織って卒業式に行った人が山ほどいた。みんなその格好してた、うん、なので黒エバは略礼装ぐらいの格があるかなと、うん、っていうのはあるけど、まあ基本的には羽織っていうのは割と普段着として今使われてるよねっていう感じで思ってます。うん、で季節で言うと羽織っていうのはやっぱ春秋に着る方が多くて、真冬はあんまり着ないんじゃないかと。うん、前が空いてて防寒性がやっぱり低いから、うん、割と春秋に着るもの、まあ、あと夏も羽織るけどね、春夏秋って感じで、冬の寒い時期はやっぱり道行きとか道中着で前を包むものの方が防寒性が高くていいんではないかっていうのは一応僕の理解です。うんうん、はい、そんな感じ、そんな感じ。話終わっちゃうでしょ。合ってる合ってる、あ、合ってるっていうか、うん、私もそういうふうにしてます。そう、私もね寒がりなんですよ。だから真冬は羽織はあんまり着ないです。だから、うんうん、合わせの羽織を着る時期がすごい少ない、私はね。寒いからね、確かに。だからね、どっちかっていうと一重の羽織を着ることの方が多いです、私は。お彼岸過ぎた3月暖かくなってきたら、うん、一重の羽織を着始めて、うんうん、って感じ。あ、一重っていうか、まあ、羽織を着始めて、一重の羽織を着て最初は合わせよ。今ケンちゃんに預けてるからさ、そうそう、最初にはやっぱり羽織は合わせのにするんだけど、うん、そのうちちょっと暑くなって、今最近暑くなるのが早いから、ね、コートはちょっと暑いかなって思った時にもういきなり一重の羽織でもいいぐらいの暑さになってるじゃないですか。だからそういう時は羽織についてはその時の気候に合わせて合わせにするか一重にするか選ぶけど、うん、そうですね。だからね、羽織物、まあ、帯付きで歩くのがお嫌な方とかね、制約のある方もいらっしゃるので、そういう方は別ですけど、私とかはそういう制約は全然ないので、なので暑いか寒いかで決めるっていうだけですかね。うん、じゃあ3月例えば上旬からお彼岸くらいが合わせの羽織を羽織るとするじゃん。うん、で3月下旬とか4月頭ぐらいは一重の羽織とかになって、4月の下旬ゴールデンウィーク過ぎてくるともう持ってないけど、うん、あんま着ないけど薄物の羽織とかが、うん、まあ4月下旬から5月、まあ、ゴールデンウィーク前後ぐらいから羽織始めるみたいな感覚、うんうん、じゃないかな、うん、と思います。うん、でまあ私とかも暑い時は羽織物は着ないし、うん、そうっていう感覚があるんだけど、着なきゃいけないっていうね。帯付きはちょっと NG な場合は薄い透ける感じのものをお召しになる方も多いと思います。ね、なるほど。うん、で道行きとか、うん、その道中着も夏物を作る人いるでしょ、うん、透ける。でああいうのも、うん、どれくらいの同じ感じですか。同じ感じだと思いますね。うん、透ける素材の道中着なり、でやっぱり雨コートとかもそうです。冬に使ってるここで作ったね、大島の生地でできた雨コートはもう梅雨の時期は暑くて着られないんですよ。あ、そう、うん、無理な、暑い。だからもっと透け感のあるバージョンの雨コートを着るようにしてます。あ、そう、はい、なんかまあ透けてる素材だとちょっとこう水を、うん通さない力がやっぱり弱いけどね、まあガード加工もちろんしてたとしても、そう水蒸気的には結構入りやすいかもしれないけどね。でもね暑いんですよ。あ、そう。もうだから私はもう暑いなっていう時期、もう梅雨は最初はね持ってなかったからそれ着てたんですけど、暑いと思って着なくなって、ね、新しくその薄いのを作ったんですよ。なるほど。まあ、雨ゴートも薄い素材の雨ゴートあると便利だよって感じ。便利だと思う。だってさ、暑い時期に合わせの時も使ってたコートを着るんだよ、やっぱそれは暑いと思うんですよ。まあ、しかも撥水加工してやっぱ何ていうのかな、密閉性強いからね、熱はこもるだろうね。そうとは思います。だからまあ2枚持ってるとめっちゃ便利。なるほど。はい。じゃあ戸村さん何、雨ゴートで夏冬はあって、あと一重の羽織持ってるでしょ。はい、合わせの羽織も持ってる。合わせの羽織もある。あとまあ防寒コートのなんか道中着っぽい入りの、そうカシミヤのやつ買いました。それぐらい上物って、そんなもんかな。道中着は持ってなくて、道行きは持ってない。寒いから持ってたかな、でも着てない。フォーマルを着るような冬のシーンって、まあ、新年会とか、まあ、師匠の森田先生の新年会行ったりとかするぐらいとかだったんで、持ってたかな私道行き。作ったっけ？記憶にはない。あるわ。ある。わなびロードのやつが。あれ道行きだ。あれはそうそう、あれを着てた時もあるんだけど。寒いんですよ。私寒がりなんで。どっちよ、暑がり。いや、寒がりなの。暑がりでもね、私暑さは割に強いんだけど、でもなんていうの、着物着てる時にさ、暑いのにわざわざ羽織らないわけ。まあね。で、仕事でまあ着てることがほとんどなわけで、そうだからそうなんですよ。暑がりで寒がりってわけじゃない。暑がりで寒い。わがままな人みたいになってるよ。そんなことない。暑い時は着ない。何言ってんの。なんか一人で笑っております。でも寒い時は普通の着物コートって着物と同じようにここが開いてますね。開いてるから寒いわけですよ。だから洋服生地のコートを私は寒がりだから着ちゃうの。あそこ開いてないんだ、振りが。開いてない。なるほど、その分それあったかいね。だから全然あったかいのよ。それさ、なんか本当に寒がりの人にここ閉じてあげるっていう仕立てあってもいいね。あ、なんか私それやったことあるよ、それ。男物の羽織。そうみたいにしたいでしょ。そうそう、なんか。男物の羽織はつながってんのさ、袖付け。じゃなくて、こう袖付けここで終わるんだけど、ここも振りも閉じてある。あ、振りも閉じてあげる女子用。そうそうそう、それ前やったけどね。そのお客さん一人いる。そうやってやってくれっていう人。そうだってさ。もう肌着が触れるわけよ。それ寒いわな。寒いですよ。で昔はアームウォーマーみたいにして、で下にヒートテックみたいなの着て、でヒートテックそのものは滑るから長襦袢が滑っちゃうんですよ。だから私は肌襦袢の下にヒートテックを着て、で肌襦袢を着て、で襦袢着て、着物を着て、でそれでこうアームウォーマーをここに入れて、手袋してショールをして、着物の道行きコートとかをするみたいな感じだったんだけど、すごい寒いと思ってちょっとダメだなと思ったんですよ。なんかこう塞がってる洋服の塞がってるコートにして、で最近すごいいい色のカシミヤのコートがあったので、それを最近それよく見るね。もうすごいいい。あ、そう。そうなんで首元はショールとかをして、ここを塞げば全然違う。羽織はそのコートの下に着ててもいいからね。そう寒がりの方は。そう昔は大体そうだったの。羽織の上に道を着るから、その丈もやっぱコートが長いし、そうはあったんだけどね。最近暑い時期が長いじゃないですか。で寒くなると最初にまず一重の羽織を着ます。で合わせの羽織をちょっと着て、でも寒いからもうコートにしちゃうの私。秋はね、秋から冬にかけて。だけどその寒さがそんなでもない場合はやっぱり帯が見えるしね、羽織で風になびいてヒャヒャってなるところがまた素敵じゃないですか。だからそういう姿を楽しむっていう意味で、そんなに寒くなければ羽織すごい楽しんだらいいと思うんですよ。僕はそのコーディネートって意味で言えば羽織が一番好きだけどね。素敵ですよね。帯見えないとなっていうのがあるから。そうだね。でコートは玄関入ったら脱ぎますけど、羽織はね着ててもいいわけだから、そのコーディネートとしてこう姿を楽しむっていう楽しみ方がすごいありますよね。綺麗だしね。まあ大体そんな感じですか。まあ割と認識的には近いね、やっぱね。そうだね。大体それがオーソドックスですよね。上物について言えば。格とか季節的にもそうだね。道中着、私は昔着てたけど今は着てないんですけど、昔はそうカジュアルっていう認識の方が強かったから、フォーマルの時は道中着は着ないみたいな話とかだったけど、最近はそこまででもないのかな。割と道中着もフォーマルっぽい時でもいいんじゃないかになってきた。まあ物もそういうふうに作ってあるのはあるのかな、わかんないけど。なるほど、まあそれはちょっとそうなっていっても別に構わん。なんかまあいろんな種類のものが出てるし、っていうのはありますかね。昔の認識だとそういう感じだったけどね。俺もなんか一応格としてはそんな感じで覚えていたが、まあ別に変わっていってもね、別にこの襟が格高いって誰が決めたのって話だし。私まあね、襟もうちは襟もの形もねいろいろありますしね。まあそんな感じかな。まあということで、この後は戸村さんの今日のコーディネートを紹介してもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、はい、ということでいつも通り戸村さんのコーディネートを見ていきたいと思います。今日は着物は？着物は色無地？色無地。花織なのこれ？これは無我シルク、コーデ無我シルクですの花織になってるんですけど、そうですね。そうだ、これもまあよく着たから洗い張りとかも何度かしてるのかな、確か。記憶あるね。でそれと時枝さんの帯ですね、だるま屋さんであつらいました。ありがとうございます。で帯締めは綾竹教官ですね。これミイデラ、通称ミイデラっていうね。これは小島先生の海外好きですね。で帯揚げは森田先生のところで買ったか青山八木さんで買ったかどっちかなんですけど、青山界隈ではこのちりめん顔人気あるよね。へえ。そう、薄いセージ色みたいな感じですね。暖かくなってきて日差しが明るくなってきたので、ちょっと合わせる帯揚げもちょっとステップ的な薄めの色、これの色違いとかもいろいろあるんですけど、持ってるんですけど、濃いめのブルー系じゃなくてちょっと淡めの薄めの色春ってしてますね。こんな感じかな。長襦袢は？長襦袢は今日はこれは海外さんで買ったこの、なんだろう、鱗みたいな。こういう、それ洒落てるよね。これ超素敵ですね。こういうので着ています。じゃあ後ろお太鼓見せていただいて、こんな感じ。いい帯ですね、これ。いい帯だね。そう、刺繍も入ってんだよね。そう、少し時計の中にちょっと高い方のやつでしたね。ちょっといい感じですね。はい、合わせやすいです。はい、というのでこんな感じです。ありがとうございました。ということで今日はおしまい。はい。はい、ちなみに今日は僕誕生日でした。なんだよ、言ってよ、けんちゃん。41歳。41歳。いや、おめでとうございます。そうか。そうなんですよ。なんもけんちゃん。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では着物の丸洗い、染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなどいつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。